カラカス FC。カラカス FC は、ベネズエラの首都カラカスを本拠地とするサッカークラブチーム。リーガ・ベネゾラーナでは、史上最多の11度の優勝回数を誇る。1967年、ホセ・ベラスカーサやホルヘ・クベルなどのグループが、ヤマハ FC という名前で、現在のカラカス FC となるクラブを創立した。アマチュアチームとして、ミランダ州のサッカー協会に登録し、 当初は自由時間の有効活用する程度のクラブであったがアマチュアリーグで成功を収め、1984年にはカラカスイコールヤマハ FC に名称を変更するとセグンダディビジオン2部への参加を認められた。プロとしての初年度にリーグ戦を制し、プリメーラディビジオン1部昇格の権利を得た。トップリーグ1年目は降格を何とか回避し、 1986年シーズンは広角の不安もなく、まずまずのシーズンを過ごした。RCTV がクラブの所有権を得てヤマハとの共同所有となり、現行のカラカス FC に改名した。マヌエル・プラセンシア監督とルイス・メンドーサ監督の指揮下で1987年シーズンは過去最高の成績を残した。全後期終了後には、 上位8クラブによるセリエス・ダメリカーナに出場し、そこで上位2クラブに残れば、コパリベルタ・ドーレス予選出場権を獲得できたが、最終節で、ライバルのデポルティーボたちらに敗れ、惜しくも国際大会出場権を逃した。リーガ・ベネゾラーナは1988年にリーグ戦方式の改革が行われ、それまでの春秋制からヨーロッパの主要リーグと同じ秋春制に移行した。 1988から89シーズンは順調な滑り出しを見せ、コパでベネスエラでも勝ち上がったが、シーズン後半戦には出場停止者や負傷者が続出し、ほとんどチーム崩壊の状態に陥った。しかし、クラブの所有者であるギジェルもバレンティネルを中心とした、ココドリロススポーツオーガニゼーションがクラブを救った。1989から90シーズンは、 リーグ戦で4位となった。2年後の1991から92シーズンは、プラセンシア監督の下で、クラブ史上初のリーグ優勝を果たした。1993から94シーズンは、ペドル・フェブレス監督の下で2度目のリーグ優勝を遂げ、不成功に終わった1994から95シーズンを経て、 プラセンシア監督が復帰した1995から96シーズンには再びリーグ王者にリサイタ。歴史的にコパデベネスエラは不安定で魅力に乏しい大会であったが、1994年と1995年には同大会で2連覇を飾った。また、1995年にはコパリベルタドーレスで初めて決勝トーナメントに進出した。 その後は4年連続で無冠に終わったが、カルロス・モーレの監督の下で5度目のリーグタイトルを獲得した。1999年のコパ・メルコノルテでは、準決勝に到達し、国際大会での最高成績を記録した。2000年には37歳のノエル・サンビセンテ監督が就任し、彼の下で2002から03シーズン、2003から04シーズン、2005から06シーズン、 2006から07シーズン、2008から09シーズンと5度のリーグ優勝を果たした。2007年のコパリベルタドーレスではグループリーグを2位で突破したが決勝トーナメント1回戦でブラジルのサントス FC に敗れた。2009年の同大会では過去最高のベスト8となった。2010年にはサンビ先手が退任してセフェリーの弁行も監督が就任し、 優勝決定戦、2試合制で、ライバルのデポルティーボタチラを破って11度目のリーグ優勝を飾った。クラブカラーは赤と白と黒である。ホームユニフォームは黒色のラインが入った赤色のシャツ、黒色のパンツ、黒色のソックスである。アウェーユニフォームは赤色のラインが入った白色のシャツ、赤色のラインが入った白色のパンツ、白色のソックスである。 サードユニフォームは赤色のラインが入った黒色のシャツ、赤色のラインが入った黒色のパンツ、黒色のソックスである。2006から07シーズン以来、通常のホームゲームはココドリロススポーツパークで開催する。ココドリロスは最大で3500人を収容できるが、将来的には6000人収容に、さらに遠い未来には15000人収容に拡張する計画がある。 フィールドには人工芝が貼られている。多くの観客を期待できる国内リーグ戦や国際試合などはエスタディオブリヒド・イリアルテで開催する。ブリヒド・イリアルテは同じくカラカスに本拠地を置くデポルティボ・イタリアも使用している。公式には1万2千人収容と発表されているが、ライバルのデポルティボ・タチラ戦やサンパウロ、FC 戦などで2万人の観客を集めたことがある。 近年は3万人収容のエスタデオオリンピコデラ、ユーシフでも試合を開催する。コパリベルタドーレスの試合は優先して、オリンピコデラユーシフを使用し、重要な国内リーグ戦も同様である。ココドリロスの拡張、再設計工事の関係で、2007から08シーズン以来、オリンピコデラユーシフは暫定的なホームグラウンドとして使用されている。 リーガ・ベネゾラーナは1シーズンが2ステージに分かれており、各ステージの最上位クラブがプレイオフを行って年間優勝クラブを決定する。同一クラブが2ステージそれぞれで最上位となった場合はプレイオフを行わずにそのクラブが優勝となる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。